田中正彦、田中正彦、田中正彦、1982年1月9日帯は、大阪府富田林出身の元プロ野球選手、保守、内野手、宇藤右打ち、野球指導者。NPB の東京ヤクルトスワローズに所属していた2016年、限りで現役を引退。2017年からは、ベースボールチャレンジリーグ。 PC リーグの福井ミラクルエレファンツで、指導者、初年度は、バーディーコーチ、2018年より、監督を務める。PL 学園では、田中一徳と同期で、1年時の秋から保守として、ベンチ入りし、の選抜大会では、ベスト4、選手権大会はベスト8まで進出。地方大会では出場はなかったものの、本大会準々決勝の対横浜戦では、 正捕手の石橋祐一郎が負傷したため急遽出場した PL 学園単横浜園長17回の項目も参照。甲子園初出場となったこの時は地に足がつかず気づけば試合が終わっていたという。その経験から努力を重ねて2年時の秋以降はレギュラーとなりの選抜大会の頃には河野有道監督から配球を全て任せられるほどになった。 センバズ本大会はベスト4に進出し、夏の選手権大会は大阪府大会ベスト4だった。高校卒業後は近畿大学に進み、1年春からレギュラーとなる。の1年秋の関西学生野球連盟周期リーグでは、金平翔吾や同期の野村博之とバッテリーを組んで優勝し、ベスト9にも選ばれた。二年時の周期リーグでも優勝の三年時は、 春季リーグで優勝してベストナインに選ばれたが大学野球選手権は3回戦で敗退した。秋季リーグでは同志社との優勝決定戦で渡辺亮から決勝タイムリーを放って3期連続優勝を果たし MVP とベストナインに選ばれた。四年次のは春季リーグで優勝しベストナインに選出され大学野球選手権は2回戦で敗退した。 リーグ通算成績は91試合出場、280、打数75アンダ、打率、268、3本塁打、34打点。強権などが高く評価されたことから、2003年のプロ、野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから4巡目で指名。契約金7、0円、年俸1、0円、金額は推定という条件で入団した。背番号は、 39.2は、持ち味の瞬速と打力を生かす目的で、イースタンリーグの公式戦に2類種や3類種としても、出場。最初に出場した試合でも3類の守備についたが、1軍公式戦での出場機会がなかった。2は、イースタンリーグ公式戦で打率、280、10盗塁をマーク。2も打率、254、11盗塁を記録したが、 いずれも一軍昇格には至らなかった。二は、イースタンリーグ公式戦で好成績を残すと、5月27日の、対阪神タイガース戦、阪神甲子園、球場9球回表に、代打で一軍公式戦にデビュー。6月14日の対広島東洋ガープ戦、千葉マリンスタジアムでは、途中からの出場で一軍初安打を放つと、チームの勝利によって、ヒーローインタビューを、 初めて経験した。6月30日の対福岡ソフトバンクホークス11回戦、福岡ヤフージャパンドームでは、当時のレギュラー内野手、西岡強しに代わって、1番、3塁手として1、軍公式戦初のスタメンに起用。しかし、前述の初安打以降に安打を放てなかったため、1軍公式戦全体では打率、063でシーズンを終了した。イースタンリーグでは、 二類手種として二十一試合、三類手種として八試合、保守として十一試合、遊撃手として十一試合に出場。しかし、三類手種として出場した八試合で三失策を記録したため、全ポジションでの通算守備率は七百九十二にとどまった。二は、オープン戦での校長を買われて、自身初の開幕一軍入りを果たした。この年の保守陣は一軍で、 里崎智也と橋本進を併用していたため、故障で離脱した中盤戦を除いて三番手保守として一軍帯同。二類、三類の守備要員や大層としても出場した。打撃面では前半戦こそ不調だったが、北京五輪期間中に根本俊一との併用で一番打者を任されるほどの成長を見せた。2は5月に一軍へ昇格すると、 シーズン終了まで一軍へ帯同。前年に続いて、内野の守備要員、三番手保守、右の代打、ダイソーと多岐にわたって起用されながら、チーム3位の6盗塁を記録した。6月11日の対広島東洋ガープ戦、千葉マリンスタジアム6回裏には、一番、遊撃手として、スタメンに起用された、早坂啓介の代打として、儀悲を放ったことによ。 チームが1イニング14得点、NPB1 軍公式戦での新記録を受立。8月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦、福岡ヤフージャパンドームでは、故障の肖像類種、今江俊明に代わって、1番3手としてスタメンに起用されると、3回表 1C1 類で、迎えた打席で1軍初本類打を放った2。2番、イースタンリーグ公式戦で、 正捕手の座を確保。その一方で、一時は二塁を守った。一軍では、公式戦への出場機会を減らしたものの、三番手捕手や、ダイソーとして起用された。二は、一軍公式戦で、主に捕手として起用。正捕手、里崎の故障を背景に、二十二試合で、スタメンマスクを任された。二は、一軍公式戦で、自己最多の五十試合に出場。 二番手保守としても34試合でマスクをかぶった。3月25日に川本良平との交換トレードで東京ヤクルトスワローズへの移籍が発表された。背番号は28。移籍後は聖保守、相川良二の故障を背景に保守としてのスタメン出場が多かった。五月十二日に松山中央公園野球場ボッチャンスタジアムでの阪神タイガース戦で、 保守として外野からの返球を待っている間に、三塁から走り込んだマット・マートンのタックルを受けて交代。後に、左鎖骨の骨折が判明したため、出場選手登録を抹消された。この負傷が2016年のコリジョンルール導入のきっかけとなふほか、田中に次やったら、俺がやり返してやるからと約束していたチームメイトの相川良二が、9月14日に自身が、 マートンのタックルを受け乱闘事件を起こしている。2は、一軍公式戦への出場機会がなかった。チームに故障者が続出した影響で、イースタンリーグ公式戦では、ロッテ時代の2011年以来となる2類、3類守備を経験した。2は、6月30日に一軍へ昇格すると、シーズン最終盤まで2番手保守として一軍に帯同。しかし、一軍の陣が、 正捕手、保守中村雄平との二名体制を取っていたことから、一軍公式戦への出場試合数は6試合に終わった。二は、一軍公式戦への出場機会がなかった。10月1日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ。 NPB の球団へ指導者として復帰することを視野に、2017年から BC リーグ福井ミラクルエレファンツのバッテリーコーチを務める。2017年12月15日、北村テルブミの公認として、監督への就任が内定したと発表された。監督者年度となるは、前期に3年ぶりの半期優勝を達成、後期は2位だったものの、地区チャンピオンシップには勝利し、 チームとして3年ぶりにリーグチャンピオンシップに進出した。リーグチャンピオンシップは初戦に勝利、チームとして初したが、その後3連敗を喫して、悲願のリーグ優勝には届かなかった。ロッテ時代の頃までのイースタンリーグ公式戦には、保守として毎年10試合以上出場したものの、内野手として起用されることが多かった。 ロッテで初めて一軍に昇格した2007年から2009年までは、かつて保守として在籍していた、上爪正彦の応援歌であった、銀ギ,ギラ銀ギに、さりげなくを、自身の応援歌に使用。当初は、オリジナルの歌詞をつけていたが、後に、正し詰めの応援歌の歌詞を流用した。なお、2010年からは、応援歌を、村正の、桜舞い散る夜は、に変更した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。